おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は3月25日木曜日の朝6時の相場解説になるんですけども、ちょっと今日はね、分からなくなりましたということをね、最初に言っておきたいと思います。ちょっとね、見えてこないですね。少なくとも小さな時間軸では全く読めません。まあその辺をちょっと解説していこうかと思います。こちらの方どうぞ。で、画面を切り替えて今デイリーの方になりましたけども、デイリーで見るのはこういうふうに右肩下がりできたのが右肩上がりになってきて、現在ここでね、上昇している流れが垂直トレンドが止まったよって形でございます。まあレンジに似た形になってますよね。で、それがですね、4時間の方を見ていくと、まあここを天井にですね、緩やかに下がっていったんですけども、まあ、1時間で見ると分かるんですけど、ここちょっと飛び出ちゃって、で、また陰線なんですよね。だからこういう風にこれからも行くのか、それとも上昇に向かってね、この辺りにぶつかっていくのか、なんともね、分かんないですね、今回は。1時間なんですけども、まあ、最初にね、このレンジの間で、推移するんではないかなと思ったんですけども、そうではなくて、二つ目の考察、右肩下がりになってきたと思ったんで、チャンネルラインを一応引いてみたんですよ。ちょっとね、あまりいいチャンネルラインではないですけども。まあそうするとこれを突き破って、今度上に出ちゃったわけですよね。だからこうじゃないなと。で、次の補助線として考えられるのが、こちらよりも下で展開していくのかなって。ことなんですけども、それもいまいちですよね。で、他にもこのチャートにですね、どんな補助線が引けるのかなって考えてみたんですけども、なんかそれっぽいものがね、なかなか思いつかないんですよね。何なんですかね。ちょっと分かんないですね。何にも見えてこないですね。全体的には緩やかな右肩下がりなんでしょうけども、1時間でエントリーできる形が見えてこないと。ということで、難航しております。今週はダメかな、これは。昨日ね、こう、チャンネルラインの天井に触れて、下の方にセルで行けば勝てるんじゃないかなと思ったんですけども、ブレイクして突き破ってロスカットに、なってたと思うんですよ。エントリーは実際しなかったんですけども。ということなんでね、予測がすごくしづらいかなと思います。まあこういう時はやらないのが一番ですね。こんがらがっちゃうわけなんですよ。で、私の場合はね、ゾーンと、何でしたっけ、ゾーンと坂田五法と、エリオット波動と、あとフォーメーション分析、この4つで攻略していくんですけども、この4つに当てはまらないのも結構多いんですよ。で、今回は私の今の4つのスキームではどれでもね、1時間チャートが見出せないかなというところが、まあ正直なところですね。というところで、今日はチャートちょっと離れてですね、場合によって明日もチャート離れて気持ちを変えていこうかなというところですね。まあ私は見ますけども、まあこういう時は暗号通貨の流れを見ていくのがいいかなと思います。まあ、暗号通貨もね、なんかちょっとこう止まったような感じですよね。とりあえず上昇の流れは止まって、まあ緩やかな下落をして、下落してちょっと戻して、下落してちょっと戻してみたいな感じかなと思いますけどね。まあとにかく今日はFX ドル円は大したことが言えませんでした。はい、以上でございます。こういう時もありますって。それでは失礼します。